天文11年7月、信濃の国諏訪郡に侵攻した武田晴信は、妹婿である領主諏訪頼重を自刃させると、その娘を自らの側室に迎えることで武田家による諏訪支配を強固なものにしようとしていた。後世はその娘を諏訪姫と呼ぶ。晴信は山本勘助に命じ、諏訪姫を甲府へと呼び寄せた。姫、表をお上げくだされ。あなた様が晴信様、実の父を追い出し、私の父を騙し討ちにしたお方ですね。わしは武田の総領、武田のためなれば鬼にでもなろう。私をここにお迎えいただいたのも武田のためにございますか。いかにも、姫を甲府に召し置くは武田のため、諏訪のためにござる。さようなことであれば、このお話はお断りさせていただきとう存じます。それは何故か、訳をお聞かせ願えますかな。私は私の心に従うまでにございます。私の心も晴信様の心もなきこのお話、お受けするわけには参りませぬ。心か。父を追い、妹婿を討った。これより先も、わしが歩むは修羅の道となろう。心のままに生きるなど、叶うわけもなければ、決して許されることでもあるまい。さればこの心は、そなたに預けよう。そなたの心と共に、せめて美しくあればよい。後に諏訪姫は晴信の側室となり、四男武田四郎を産む。四郎は諏訪家を継ぎ、勘助の狙い通り、武田家の諏訪における支配力は強化された。晴信と諏訪姫、二人の美しい心の結びつきから生まれ、後に勝頼と名乗る四郎の数奇な運命と、武田家の残酷な結末を、この時はまだ誰も知らない。